それでは専門土木の道路と舗装、これについて見ていきましょう。ではですね、道路舗装の重要事項、これからいきましょう。でまず道路の場合はですね、路体とか路床とかね、こういう構造的にはあの路床路体と言いました。でこちらはですね、路床の安定処理するとき砂の地盤はセメントでいいですね。それから粘土の地盤は石灰でと、こういう組み合わせをしっかりしておきましょう、ね。それから流状性石灰といって非常に高含水比の粘性度の時は仮締めとしと本締め2回なくちゃ、生石灰だから生石灰で1回で、これは時間経つと24時間ぐらい経つとこれ小石灰に変わる、そしたら膨張する、それから本締めする。だから生石灰、高含水比の粘性度を良くするときには、改良するときには流状性石灰を使って仮締めと本締めの2回締めなきゃいけないということを注意しよう、ね、二度締め。それから路床の安定処理材は、これはね、なんで量をどうやって測るかというと、これは一軸圧縮試験で確認しますね。CBR じゃないよ、一軸圧縮試験でやるってこと注意しておこう。それからベンケルマンビームっていうのは、これは路床の沈下量を測定するやつだな。で沈下量が悪かった、要するに許容を超えたといった時には、これはいい土に置き換えてその部分だけしっかり締め固めると、そういう処置をしますよ。で今度路盤いきましょうね。路盤で流度調整路盤の泥泥化の対策ということで、上層路盤の流度調整路盤はですね、これは通過量が75マイクロメーターね、こういった小さいのが 10% 以下でもですね、少なくともですね、この泥泥化するということで、できるだけ少なくしましょう、少なくしましょう。だから75ミリ古いのマイクロメーターの古いのですね、通過量が 70% 以下でも泥泥化するので、できるだけ少なくしましょう、こういうルールですね。それからあとですね、安定混合処理、スタビライザーで混合するんですけども、その後モーターグレーダーで一応敷き流しを行います。それから安定処理材を含む混合材の含水比、これはやや湿潤が普通は最適含水比でやるんだけども、安定処理の場合と石灰安定処理の場合と再生路盤材を含む時は含水比はやや湿潤側でやってくる。でこれはね、硬化が遅くなるんで、少しそういう分を少し避けるといてやらないといけないということで、やや高い目の方が最終的に品質が良くなるということで、これやや湿潤が石灰安定処理とやや湿潤が、この組み合わせしか見てて、ここら試験出るんだ。それから今度は強度の発現の時間、セメントの方が早くて石灰は遅いんだな。セメントが早くて石灰が要するに発現強度が出るまでに、セメントの方が早いです、石灰はちょっと遅いですよ。そうな。から劣性安定処理ね、劣性安定処理のシックリフト工法、シックって熱いっていう意味ね、厚さが10センチを超えるようなものをシックリフト工法という。これはなかなか冷めないんですよ、夏場なんかやると、ね。だから表面を冷却、機械で冷却するようなこともありますよ。これを覚えてください。だから10センチを超えて敷き鳴らしてやるのを劣性安定処理工法のシックリフト工法という。でこの時は夏場はね、なかなか温度が冷めないので機械で冷やす場合もあるよと。こういう整理をしておいてください。それから表層基礎、ね、ロバンが終わったんで表層基礎、ね。これはアスファルト混合物の、転圧ローラー、これは、普通転圧するときはタイヤローラーまたはロードローラーだな、仕上げ転圧で使うときよ。それから普通初転圧ってはだいたいロードローラーでいって、二次転圧はこのタイヤローラー、仕上げ転圧はまたロードローラーで返ってくると、こういうのは普通はね。ただ二次転圧の時にタイヤローラーに変えて振動ローラーってやるときもあるわけですね。で転圧の順序、これ大事なんで、よく出てくるの継目転圧、初転圧、ここ間違いやすいんで、初転圧は初めだと思ったらそうじゃない、継目転圧が一番最初だな。それから初転圧、二次転圧、仕上げ転圧、それからあとですね、新設棟の建て継ぎ、ね、だから古い方と新しい方が出た時どうするかというと、これは古い方のですね、季節舗装に5センチほどかけて、だから15センチぐらいローラーかけてして、具体的に言えばここで言えばこうなってて、ここできてたよ、でここ新しく持ったよというと、これ古い方ね、季節の方、こう新しいを作ろうとしてる方、これだいたい5センチぐらいこうかけて持ってくださいよ、ここな、5センチぐらい、ここ5センチぐらいこういうふうにかけてこう持ってくださいとね。でローラーはどうするかというと15センチ踏んでください。ローラーだからこうローラーこう来ると、このローラーは幅はここから15センチぐらい、ここから15センチぐらいローラーをこう踏んでください、こう踏んでくださいよと、こういうわけだな。ということで15センチ程度幅でかけてください。それから、
寒冷気の炊くこと、これは加温して、ねこれは2回ぐらいかけて養生時間を短縮することができる。だから加温していい、炊くこと、寒い時はね、4度以下となるような時、あるいはそれ寒い時はですね、これ加温して散布してください。フォーラスアサルト混合物、ね、空撃率 20% のような、そういう空撃のあるやつですね、排水性舗装とかする混合物、これはですね、タイヤローラーで最、この仕上げ点圧をやるんですけども、この時は70度ぐらい下げないとあんまり高い温度でやるとへっこんじゃうんですよ。だから あまり温度が高い時にやったら空撃は潰れてしまう。ですから大体70度になってからタイヤローラーをかけてください。まあ、ロードローラーとかやるときは問題ないんですけどね、タイヤローラーのときはだからこういったような70度下がってからしてくださいよと。普通はポーラス混合の仕上げ点がこうタンデムローラーで、まあ、仕上げやる、ね、こう仕上げはタンデムローラーでやるんだけれども、タイヤローラーでやるときは70度になってからしてくださいよと。こういうことね。から排水性舗装の設計上の統治換算係数、強さはどうなんだと。統治換算係数とアサルト混合物の強さになる。これは他の舗装と同じく 1.0 としていいですよと、ね、ゼロじゃないんで、空撃は 20% あるけど強度はそんな変わりませんよ、1でいいと、ね、だから排水性舗装を作るときに、ポーラスアサルト混合物を作るときに量が 60% でと、普通の数 100トンだとしたらこれは60トンぐらいしか作れない、6割ぐらいしか作れないんです。こっち側ポーラスの、ね、これは人力がいくらか入ってくるので、機械生産 100% というわけじゃない、人の手が使うので低下してくるよと。こういうことね。それから半ターミ性舗装といって、こういうポーラス空いたところのですね、空撃の多いところにセメントミルクを流し込んで、振動ローラーで、その時の温度は50度になってから交通開放と同じじゃん、ね、振動ローラーで浸透されます。それから保水性のバインダー、保水性舗装のこういう、要するにこれも保水性舗装もポーラス的なものなんだけども、だからポリマー回収されると H 型、これ使って混合してくださいよと。それからあと保水性の効果ですね。でこれ空撃部に湿砂、湿った砂をポーラスの空いたところに入れて、この焼酎用の図に気化熱、これで舗装を冷やすと、まあ、そういうような効果がありますよ、ね、補修の方に次に入っていきました。補修でこれはですね、流動によるわだちばれ、まあ、これは切削オーバーレイ点で、普通は、まあ、表層基礎内外構ということで切削をして流動層を切削して新しく打ってくださいよ、ね、リフレクションクラックという言葉、これはコンクリートの打ち継ぎ目のところ、打ち継ぎ目、ね、ここはですね、どうしても上にアスファルトを打っちゃうとそこにひび割れがいっちゃうんで、それをリフレクションクラック、でこれを防止するためにですね、応力緩和層としてシート等を置いて、そこの割れ目がないようにしようというふうにしなきゃいけませんよ、ね、それから舗装のひび割れが大きい時とか、たわみが大きいとかをともに打ち替え工法、ね、オーバーレイしちゃいけませんよと、打ち替え工法を使ってください。それからコンクリートの舗装のところでですね、一般に普通コンクリート板では鉄編みというのを引くんですね。でこれはどこを入れるかというのを試験で、これは表面から厚さの3分の1のところね、上から3分の1、上から来ると1、2、3、5厚、ここに入れるとね。だから上こういった例えば30センチあったとしたら、こう10センチ10センチにしたら、この上から10センチのところにこう鉄編みをこう入れてくださいよと。こういうね。でから鉄編みと鉄編みの重ね幅は20センチ程度です。まあこっち側でもこっち側ね。だから上から3分の1、上から3分の1のところに入れてください。それからコンクリートの仕上げ手順、これは粗仕上げ、平坦仕上げ、素面仕上げ。素面仕上げが一番下。これは滑りを防止するためにこう線を入れるな、こういうふうな筋を入れる。これは素面仕上げというね。要するにスリップしないようにやるために入れるわけですね。それからコンクリート板の打ち替えの縦継ぎ目、これは縦目地のところはタイバーを入れますとね、異形防護を入れていきますと、こういうわけですね。横目地はまあダウゲルバーなどと言います。ダウゲル、横目地は縦目地はタイバー、横目地はダウゲルバーと言います。それからコンクリートの横のひび割れの補修、ここのところは横目地から3メートル以上離れたと、そういうところがですね、これはもうひび割れの時のこの横収縮目地として、もう目地としてしまいなさいと。だから打ち替えるのではなくして、そのひび割れをもう目地として使いなさいと、まあ、こういうようなことになってきます。これがですね、道路舗装の重要なポイントと。それではですね、
道路舗装の確認テスト、これちょっとやってみましょう。そうしますとですね、まずこの路体と路床の確認問題ということで、1番ね、路床の安定処理というのは砂質土、砂にはセメント、粘土には石灰ということですから、これ逆になってるね。だからバス役。だから5番目のところね、安定処理剤の混合割合を定めるときは現場試験で確認を行う。これ現場じゃなくて一軸圧縮試験やるので、これは試験室で行うね。試験室で行う、実験室で行うね。これ部屋で行う、試験室で行って現場じゃ行わないね。ここは現場じゃしないませんよ、こういうことですね。それから8番いくと、プルフローリングの試験の前には路床および下層路板を乾燥させた。プルフローリングっていうのは、これは変形量でもって締め固まったかどうかということを判定する試験だな。でこれ普通これやるときにですね、半日ぐらい前に散水をするんですね。そして、それが立って大体表面がしっかりこう 適度の湿りが出たときに、このタイヤローラーで大体25トンのタイヤローラー、それを 3回以上走行させ、その後定期的な例の定まった荷重で、5トンなんですけども、それをこう走行させ、その時の変形状態を見るということで、乾燥させちゃいけないんだよな。ということで、半日前に散水をして湿潤状態のところでプローフローリング試験を行ってください。こうやってる。で今度はロマンの確認の問題ね、ロマンはですね、仮想ロマン材料、これはですね40ミリ以下じゃなくして、これは50ミリ以下ですね。40ミリ以下っていうのは上層ロマン、上層ロマンの材料最大量は50ミリ以下なんだけど、仮想ロマンは仮想ロマンは50ミリ以下なんだね。ということで仮想ロマンの違いをまず注意しておこう。それから3番目のところで、セメントや石灰を混合し、ね、混合してスクレーパーで敷き鳴らし、タイヤローで締める。敷き鳴らすのはモーターグレーダー、敷き鳴らしはモーターグレーダーね。ということでスクレーパーでは、スクレーパーって土を掘削して運んで、敷き鳴らすだけ。ただ土を敷き鳴らす、スクレーパーはね。だけど舗装では使えません。ですからこういうのはモーターグレーダーで敷き鳴らすですね。敷き鳴らしはモーターグレーダー、締め固めはタイヤローラーということですね。それから次にですね、セメント安定処理材料は石灰材料よりも強度の発現が遅いね。セメントの方が石灰よりも発現が早いんですね。はい、ということで遅いんじゃない、早いということだ。これ出てきました、シックリフト工法、レクセイ安定処理だな。シックリフト工法は今後の冷却が早いので早期 解放ができる。シックリフト工法はですね、10センチ以上の厚いあるので熱がいっぱい溜またれちゃう。だから冷却が遅いんですね。だから早期に開封させるためにですね、機械で冷却することもあるほどですからね。で解放する温度はともに、やっぱり表面温度は50度以下になってから解放する。そこ至るまでに冷やしたりすることがあるよと、こういうことな。表層基礎の温度確認問題ね、こっち行きましょう。こちら側では3番目です。締め固めはですね、横断勾配の高い方から低い方に向かってローラーの案内人を前に、これはじゃなくてアサルト混合物を締め固めるときは低い方から高い方に向かっていきます。逆だな。案内輪ではなくて、これ駆動輪と、駆動輪を前にしてね。ということで、エンジンで回ってる方の駆動輪を前にして、前で どっちが向かって前なんだ。これアスファルトの品種側に向けてという意味、これ前というのはね。アスファルトの品種側に向けて、駆動輪をアスファルトの品種側に向けてやってください。でやり方を言うと、低い方から高い方ね、速攻の方から中央へ向かってやってください。だから今度4番目と、振動ローラーを2時点、普通はタイヤローラーを使うんだけど、振動ローラーを使った時は施工速度が非常に速いんだよ。これね、転圧回数少なくて済むから、振動ローラーはだけど注意しないといけない。転圧速度が速すぎるとフロークやコナミコルゲーションが起きちゃう。これね、コナミってコルゲーションだな。これ凹凸ができちゃう。遅いと加点圧になっちゃう。これ難しいんだよ。だからこの振動ローラーは施工速度が速いんだけども、転圧速度が速すぎるとコルゲーション、フロークやコナミが、遅すぎると加点圧、断面が減っちゃう。こういう注意が必要ですよ。だから6番目、アサルト混合物の締め固めはですね、まずは継ぎ目転圧が一番なんです。それから初転圧、二次転圧、仕上げ転圧。だから初転圧は最初じゃないんだよ。
ね、ということを整理しておきましょう、ね、8番混合物の縦継ぎ目及び横継ぎ目はですね上下相互に重なる位置として成功する。重なっちゃいけないんだ。だからこれ縦方向は要するに15センチだけずらしてと、縦方向は15センチをずらして継ぎ目を作ってください。横継ぎ目はどうかというと、これ横継ぎ目1メートル離してください。縦と横の継ぎ目は1メートル離す、まあ、こういうことね、継ぎ目位置を1メートル、こっち横は1メートル、縦は15センチ離してください。重ねちゃいけないですね。アスファルト混合物の基層と表層の重ねる位置は重ねてはいけませんよと、お互いにずらす位置は縦15、横1メートルですよ。それから13番タックコート、これはあの基層の上に散布するわけです。まあ、5度以下の場合であってもですね、これは加温して散布してはならない。これはこういうね、寒い時は加温して2度散布して養生時間を短縮しようと、まあ、こういうことですから、タックコートは寒い時は加温してください。そうしないと粘りがあってね、うまく散布できないんですよ、実際上ね。だから加温することによってあの液体が自由に散布できるので、そういう散布の仕方をしてください。で、今度は各種舗装、その他の舗装、ポーラスアルト混合物等ですね、各種の舗装。でこれ排水性舗装のすり付けの最小厚さ、これはですね、あの粗骨材の最大流径の1倍以上の径以上、直径以上とすると、これ2倍じゃなくて、最大流径以上とするということですね。それから次に6番で、排水性機能層の空隙率は 20% も空いているために、舗装の当時換算係数は0とする。そうじゃないんだ。これは同じ、普通のと同じく、アスファルト混合物のですね、空隙率は 20% ある場合でも、それは計算上、当時換算係数は普通のと同じく 1.0 としますよ。0じゃないよということですね。それから排水性舗装の混合物の生産速度は、密流度混合物の生産速度の 1.6 倍である。1.6 倍じゃなくて、人手が変わるんで、これ 0.6 になっちゃうよ、ね。ということです。それから13番では、遮断性舗装は路面 の温度上昇を促進するものであり、塗布型と、これ、遮熱材料 の充填型に分類されるということで、暑い時にですね、温度を上昇させない、熱を上昇させないということで、これは上昇じゃなくて、これを抑制するものね、遮熱性、要するに熱いものね、遮熱性、その時は要するに塗料を塗ったり、で温度を下げる、ね、だから遮熱材料を充填させる、空撃中に充填させる、保水性舗装なんかのことですね、湿った砂なんか入れて、気化熱を使って温度を下げると、そういうのを遮熱性舗装、まあこういうわけですね。それから続いて今度は補修の問題の確認でいきましょうね。これ流動によるわだちぼれが生じたときはオーバーレイ工法で補修する。そうじゃないね。これ切削オーバーレイ。要するに流動した部分を取り除かないと、流動している部分をそのまま上にボンと置いたらまた流動しちゃうから。だから必ず流動している部分を切削オーバーレイでどけて、そして普通は表層、基層、内替え工法と、まあ、こういう名前で呼ばれている。だからまあ切削オーバーレイでもいいし、表層、基層、内替え工法で補修しますよ。それから今度内替え工法のですね、補修部の仕上がり高さね、これは沈下を多少見込まなきゃいけないんでね、だからどのぐらい高さ見込むかというと5ミリ、だいたい5ミリ高く、普通はこうまっすぐ仕上げるんだよ、あの補修したところちょっと5ミリだけ高くしてあげる、そしたらローラーであのタイヤで踏んでいくとちょうど、まあ、水平になってくる。これは5ミリ程度高くして仕上げをしなきゃいけませんよと。今度は6番のところでね、路面のたわみが大きい、ひび割れが大きいとか、たわみが大きいときは、これは必ず打ち替え工法、ね。オーバーレイしちゃダメです。打ち替えします。ね、ということで、打ち替え工法。たわみとかひび割れが大きくなったときは、オーバーレイしたらまたひび割れたり、たわみが大きくなるので、必ずこれ打ち替えてしまうということを注意しよう。だからコンクリート舗装の今度、確認もね。だから傾斜のあるコンクリートによる。要するにこういう傾斜はこうね、こういうコンクリートの路盤です。傾斜は、要するにカーブしているところに傾斜がありますね。そして傾斜のあるコンクリートの四盛りはどちらにするかというと、低い方じゃなくて高い方に四盛りを起こしてあげる。四盛りは高い、こういう積み方で、上からあのここに四盛りをする。ということで、低い方にしちゃいけない。でも起こっちゃうからね。上からこう順番にこうこれで、これ低い方の四盛りは高い方に持ってあげる。それから4番の目地付近にモルタル分の多いコンクリートを用いてヘーター性を確保するようにしてあげる。でこれはね、非常に難しいんですけど、こういう普通って目地のところってここ目地ですよね。こういうところにあのコンクリートを打つと、あのモルタル分が集まってきやすいんで、振動棒をかけると。
だからこのモルタル分の多いコンクリートにしちゃいけない。だからモルタル集まってくるので、まあ、集まらないように適宜集めてまで打っちゃいけませんよと。仕上げ簡単にするために、ね、集める人が多いので、こういう試験問題で。ここにモルタルも集めちゃいけない。ね、ということで、モルタルを集めないで成功してください。ということは、打ち継ぎ滅撃付近のモルタル分は集めて成功しちゃいけませんよと。まあ、こういうことですね。それから8番、コンクリート板 の、 あの施工順序。これは、荒仕上げ、平坦仕上げ、それから3番が素面仕上げだな。だから、素面仕上げが一番最後になる。ということで、その順番をしっかり整理しておこうと。こういうことです。